こんばんはです。カーテンが開いてる？まあ多少。よいしょ。ねえどうしよう台風、本当にどうしよう。なんか今スタッフさんもどうしようってなってて、そうなんですよね。ね寒いね。寒い。こんばんは。今日はちょっと30分ぐらいで終わりたいと思います。ごめんなさい。今日はてるてる坊主配信をしたいと思います。広島晴れろーということでね。迷ってるっていうか、なんかスタッフさんも台風だどうなるっていう感じですよね。本当になんか広島行けてもなんか帰りがやばいみたいな。でもなんかそこまでなのかな、わかんないけど、まあでも安全第一なのでね。でもすごい今広島は結構もうすごいなんか優勝セールしてたり、なんかすごいいい時期に、まあ広島人としてはねいい時期だから、すごいカープでもすごい盛り上がってるから、やっぱなんか夢タウンっていうところでカープグッズ買ったね。15倍らしいよポイントが。もう超行きたすぎてどうしようって感じ。でもイベント3時ぐらいからなんですよね多分。だからどうなんだろうね。アンニャのアイコン、あアバターですか。もうもらえないんです、3日間限定だったんですよ。そうそう、だからすごいショック、もうなんで台風今ってすごいショックなんでさ今。だからシュンって感じです。多分行く予定だったって方ももしかしたら行けない、やっぱ行くのやめようって思っちゃった方いるかもしれないし、今すごくシュンっていう気持ち。そう自然だから、自然のものだから誰もあれだしね。シュンシュン、もう台風初めて広島でイベントできるって思った日なのに、なんでさそんなさ日にかぶせてくんの。まあ、新幹線は大丈夫だと思うけど飛行機はちょっと危ないか。シュン、もう悲しい。だからあのすごい広島楽しみにしてたんです。なんでかぶせてくんの、あの楽しみな日に。シュンってことで、あんな今からてるてる坊主作ります。晴れろという思いを込めて、晴れなくてもいいから台風さんちょっとお願いだからどっか行ってっていう思いを込めて、まあ作りたいと思います。台風じゃない、あんなてるてる坊主最近何回作るん、ほんまに。でもあんなのてるてる坊主まあまあ威力あるっていう噂なんよねって感じで、てるてる作り始めるの早っ、うん、ちょっとてるてる作る気満々だったっけ、ちょっと準備しとったよね。しゃもうすごい思い込めるわ。てるてる、笑わせよう。
まあいつもと同じ顔なんですけどね。やっぱ広島はちょっと赤で描こうね今回はね。広島晴れろー広島晴れろーということです。はい、お願い晴れて、お願い晴れて、お願いはい、晴れろということで、ま、写真撮ろうかな。晴れろ晴れろ、もうアンナは今すごく願っている。だからソトカメだし、見てソトカメ。ソトカメでなんかいい写真撮れた。いい写真かわからんけど、見てアンナがやってるショールームナウの写真が撮れた。そんなことはどうでもいいや。そんな写真を撮るんじゃない今。てるてるとのツーショットを撮るんや。たどりしたいな、たどりしてほしい、たどりしてほしい。反転しちゃうもん自撮りだと。誰か撮ってほんま、誰か取りに来てくれない。タイマー7秒、7、6、うん入ってる。増えたかな、誰か取りに来て。バランス悪っ、やだ、ダメ、自撮りでいいや。あっきらーみたー、あっきらーみたー。たどりない、ここに置いてみよう。え、3、うん、うん、やだ微妙。決め顔あんな。でも反転したら嫌だな。嫌だな。歯あん出さんよねあんまりね。わかる。わかるって何？ツイッターにの推薦試験ちょっとするから待ってて。推薦試験するからみんな待ってて。ちょっと待って、なんて書こっかな。
よし。推薦試験を行います。待って行きまーす。 OK したよ。さあ誰が一番かな、誰が一番かな。早いみんな。いいねから、いいねはダラララララン、柳瀬くん、しだもりさん、匠の技を伝承さんで、リツイートがダラララダン、さすらいさん、イコール大輝 A さんです。コメントリプが、これリプ誰だ、リプこれ誰が最初、リプわかんないんだよね、誰が最初。あらいっぺさん、みつるさん、はららさんかな、違うかな、かな、スタッフさんからさ台風の画像が送られてきてさ、これなんとかしてくれってきた。これ台風の画像が来た。アンニャのいいねガチ勢だって。台風の画像が来た。台風5日進路予報、え、どういうこと。大型で非常に強いって、みんな気をつけてね。なんて返す、スタッフさんに、なんて返す。私が何とかしますって書いとくわ。私が何とかします、ドヤドヤ顔送っとこ。ドヤ顔の絵文字どれ、私が何とかしますって送った、ドヤ。台風お願い、この子吊るしとこう、ちょっともうここに、どうやって吊るす、どうやって吊るそう、どうやって吊るそう、はい、こうやってやっとこう、きっと首言わんで、ね、みんな、はい、もう、台風さんお願い、いなくなって台風さんいなくなって、お願いします、お願いします、タワー来てる、タワー来てる、誰だ、ノブさん2本ありがとうございます、お願いします、お願いしますじゃない、のぶさん、ありがとうございます、のぶさん、ありがとうございます。ねえ指原さんも台風来ないでほしいって、そう、ありがとう。最近シュールな配信多いな、そうそう、のぶさんありがとう。台風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 、日本からバイバイ。台風台風台風、やめてくれ直撃、ふー
が行くと台風広島の握手会したい。もしであったとしても来れない方多くなっちゃう。台風のせい。台風は自然のもの、誰も悪くない。だからどうにもできない。どうしよう、泣いた。台風台風バイバイ台風ハレロもうおこ頼むって来たスタッフさんから。ウケる。せめてインフンで踏めません。ちょっとおもろい。イエーイイエーイ。パッパクパッパッパッパン。はい、もう本当に晴れてほしいの。もうあんま今広島すごい楽しみにしてたし、メンバーもねすごい広島行きたい行きたいって言ってくれて、もういいよ大丈夫だよ行こうよみたいな、もう行きたいしやりたいし握手会って、メンバーもすごい広島、え広島どうなんのみたいな、台風やばいじゃんみたいななって、今日そうだから、だからお願いって感じ。ね、多分あるとあるんじゃないかな、わかんないけど、でももしまあ台風どうなんだろうね。まあもしあれだったら早めにね、出せるようにお願いするけど、そのでももしさ、でもな多分迷ってるじゃんみんな、台風で帰ってこれないかもって。だからこそ晴れてほしいの、みんなの交通的な問題で。だからほんとに悲しい。もうそれでさ、もうさ今日ショック、もうな最近ショックやね、うん、でもさそれで帰れなくなっちゃったらファンの方に申し訳ないしさ、だから泣いた。開始が早くなったりしないですか。え、わかんない、わかんないけど、わかんないけどさね、広島優勝やったね、やったね。あ、もう開催したい、もちろんだけど、もし開催できたとしてもやっぱりファンの方がなかなか来れんと思うし、来ようって思ってた方が来れないっていうか来れなくなっちゃうかもしれないし、その方がもし来てくれても帰れなくなったらあれだし、台風あんな押し嫌だよ、台風に押されたくない。だからえ途中で中止は絶対嫌だ。えそれはないよ、絶対それはないと思うけど、だってね、まあ、もし新幹線が動かないとかなったらなっちゃうけど、それ以外は絶対ないと思う。だって中じゃん、室内じゃん、だから室内じゃん一応、だから開催はすると思うけど、うん、でもやっぱ安全第一なので皆さんも気をつけてくださいね。台風もあんた握手したいのか、そっかそうね、そうねじゃないけど、本当にまあでも台風も台風で危ないので、そう本当に気をつけてくださいね。でもあんはやりたいの、あんはやりたいの、そうもうね、そう言ってたね、もし瞳がね今日ね、いやいいやん、もし人が5人ぐらいしか来んくてもその5人の方とたくさん握手しようよとか言っててそう言ってくれてたから、言ってくれてたから、もう5人ぐらいしかもう来なくても、5人なら多分あの友達が来てくれるわでまあ10人ぐらい10人ぐらいしか来てくれんくってもうやるからもう勝手に握手するからっていうメンバーのはそういう意見なの今。もう剥がしイライラもう10人ぐらいでもう全力で私たちはやるから、むしろその10人と神イベとして楽しむから、本当に
ほんまに。でもね、結構人多いんじゃないかなって、それはイコラブの握手会が多いとかじゃなくて、もうその何イオンモール自体なんか結構カープ優勝セールとかしてるから、まあ人多いんじゃないかなって。しかも台風だとまあ室内が多くなっちゃうから、やっぱだから、屋内じゃないの、もうさすがに屋内じゃない、さすがに台風の中ありがとうとはならんでしょ。だからツイッター見てさ、さっきから気づいてる、ちょっとねありがたいんだけど、そう、また何かみんながわかんない、ファンの方がやってくれたのかもしれないんだけど、ツイッターは絶対見るから、いつかはショールーム配信中じゃなくてもみんなが言ってるのはちょっと気づいてる。でもそのなんていうの、ありがたいしいつも嬉しいんだけど、その方だけってなっちゃうのがちょっとダメかなってあんま思うから、ちょっと今読まなかったんだけど、もちろん見るから、本当にけど、平等にしたいっていうか、なんていうの、そのね、あれだから、そうだから絶対見るし、リプは全部読んでるから、そうね、ここでさ、なんだろう、その方だけのツイッターを見るっていうのは、なんだろう、他の方にもあれだから、もちろんみんな、もうみんなのこと見てるし、そうだから、それはショールーム内ですごい毎回嬉しいけど、ごめんね、違うの気にしないで。だからそう、でもそう、もちろん見てるから、みんなのリプ見てるし、普通にタグ付けとかも見てるし、インディズも見てるし、うん、だからショールームのコメントは見てるから、アンナがもうこんだけやっても読まないなって思ったらさしてください皆さんはい、本当にできるだけいろんな方のコメントを読みたいし、でも結構コメントは全部脳には入ってるので、結構はい、後でゆっくり見させてもらいますね、ありがとう大輝。はい、愛のリプ読んでますよ。そう、聞いた、もうタピオカ買ったんですよ、冷凍の。そう、マイカから連絡があったやつをようやく買いに行けたんですよ。そうで、タピオカなんか冷凍でこんぐらいで40秒ぐらいかな、そうをなんかできた、やったらなんか何すぐもう食べれるタピオカで。そうでもね、ちょっと広島とかから帰ってきてからそれ開けようかなって思ってて、そうだから、そう、業務用スーパーやっと行けたの、イエーイ。引き止めとく、マジケンケンさん頼んだ台風引き止めとく。いや、業務用スーパー行ったんだけど、業務用スーパーがすごい楽しすぎて、業務用スーパーにハマったかもしれない。なんか今業務用スーパーパーティーしたいの、コストコパーティーみたいな感じで。コストコってでも遠いじゃないですか、多分結構東京都内とかわかんないけど近くに多分ないから、そんな業務用スーパーもないと思うけど、なんかしかも県っていうかさ、会員登録しないとコストコはいけないけど、業務用スーパーって行けるんですよ。なんか楽しかったから、そう、なんか業務用スーパーパーティーがしたいって言ったらメンバーに今日笑われました何かお店始めるのって。違う、ショールームパーティーみたいな、ショールームでパーティーする。そう、冷凍のタピオカ、そう、ケンケンさんアップしてくれてた。え、何が違うの、なんか冷凍が特になんかね豊富。そうだから、いや、夢タウンは広島やから、そう、中四国とか関東はない、でも福岡はあるって言ってたかな。でね、今日ね、今ね、今日買ってきたものがあるの、美味しそうで、それをちょっと1個だけ解凍したから食べようと思ってるんだけど、今から。そう、そう、これ1個だけ、まあまあ柔らかくなった、これ、じゃん、なんだよってタピオカはちょっと今度にしようと思って、これ1個だけ意味わかんない食べ物これこれいくよ、わるわ
食べたい、ちょっと。うん、おいしい。お餅で、消しゴムじゃないで、なんか中にごま、ごまが入ってるの、石鹸じゃない。めっちゃこれおいしい。お餅、うん、ふん、ごま団子じゃないけど、中のごまは甘くってお餅がもちもちしてて、そう、黒ごま餅みたいな。これすごい美味しいよ。業務用スーパーで買いました。めっちゃ1キロ入ってて、まあでも1年間ぐらい持つから、まあ、1日1個ずつぐらい食べればまあいいかなみたいな。消しゴム食べられる時代じゃない。冷凍を解凍するんやから、1キロ入りだった。大丈夫、メンバー来るから、いやよく、おいしい。1キロ入りだったの。でも1個入り、1個ずつ食べれば大丈夫。おいしいよこれ、ハマるよ。メンバーが好きとは限らん。いや大丈夫大丈夫。っていう感じ。何個入ってんだろうね、分かんないけど、こんぐらいの袋に。まあでも1個が重いから1キロって言ってもそんなないと思うけどね。でもすごい楽しかったから、もぐもぐ配信、うん、これしか食べない、1個しか食べない、1個しか解凍してないから、ショールームで紹介するためにやった。いやレンジじゃない、自然乾燥、うん、自然解凍か。自然解凍してたので。そう、あ、ちなみにもうリサ食べたんですよこれ。そしたら美味しいって言ってたから、オッケー。乾かしちゃった、間違えた、解凍です。500個も絶対入ってない、入ってない、100個も入ってないぐらい。今日リサハラスメント受けた受けた。違う、白玉もあったんよ。けど白玉は自分らで作れるから、まあ、得意やから、アンリサで白玉作るの。だからこっちにした。本当はチュロスとか買いたかったけど、なんかちょっとチュロスはまあちょっと揚げ物じゃん、ちょっと躊躇したよね。だからやめた。私まあこれなら1日1個なら気になんないじゃん。なんかな、おいくらかなちょっと知らない。でも業務用スーパーすごい楽しかったからまた行きたい。賞味期限1年ぐらいあったから大丈夫。そうそう、腹持ちいいし。サーターアンダギー、え、北海道のやつですか。その一個が命取りとか言わないで。コストコ好きだよ。あ、沖縄か。間違えた。え、なんだっけあれ、あ、あれ食べたい。北海道のいおりが好きなやつ、唐揚げみたいなやつ食べてみたい。いおりがもうなんか世界一美味しいって言ってた。世界一かな、なんかそう、もう草生やしすぎ、みんな。ザンギ、そうそうそう、ザンギ。そう、ザンギ食べたいやん。ザンギって唐揚げですか。ザンギって唐揚げ、白い恋人は食べたことあるけど、ザンギ、芋餅も食べたい。もう草生やしすぎ、唐揚げみたいなやつ、そうそう、それが食べてみたい。なんかいおりがすごい美味しかったって言ってて、あ、北海道行ってないチームやからさ、そう、福岡チームだったから食べてないの。行きたい北海道。はい、あんな北海道行っても、でもあんま海鮮食べれんからさ、ソフトクリームとそのザンギが食べたいんですよ。っていう話で終了したいと思います。そろそろ。
はい、終了します、終了します。はい、13位セイタ、12位ルルルタンナさん、11位エンドアさん、10位レグルスさん、9位がシゲッチ、8位がマサアキさん、7位がユカリン、6位がゴーンさん、5位が宮城のタカさんかな、4位が大阪さん、3位がタケッチさん、2位がサシナユイさん、1位がノブさんです。ノブさん、タワー今日も2本もありがとうございます。ノブさん、ありがとう、ありがタワーです、ありがとうございます。さあ、今日は短くてごめんなさい、申し訳ないと心の底から思っていますめっちゃ思ってない子みたい違う、本当にごめんなさい。さあ、じゃあランダムいきたいと思います。5人いきます。1人目、こたつさん、2人目くまたんさん、3人目きそばさん、4人目じゅんじゅんさん、5人目、ならない、るいさん、カタカナのるいさんです。ありがとうございました。じゃあ終わります。さなつんいけるって喜んでるやろ、さなつんやってんの今。はい、じゃあ終わります。じゃんけんします、せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、ほい、チョキです。台風よ、どっか行け広島、お願いお願い、アンナの楽しみを潰さないでくれはい、じゃあ終わります、バイバイ。でもみんな安全第一ということで気をつけてください。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、また明日ね、バイバイ、バイバイ。